はい、こんにちは、林です。今日はですね、新生活、春から始めた方非常に多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、春からね、新社会人ですだったりとか、まあ、春から大学生ですって方ですね、まあ、いらっしゃるかなと思うんですけれども、今日はですね、その新生活を始めた方向けにですね、僕が持っている無印良品の収納グッズ全部お見せしようかなと思います。まあ、前もですね、個別で収納グッズの紹介動画とかはね、ちょこちょこ出していたんですけれども、まあ、まとめて出すのは今回初めてですし、まあ、あと今こういったね、コロナウイルスとかの影響で、まあ、なかなかね、新生活一旦ね、一人暮らしの家には引っ越してきたけれども、まあ、まだ何も揃ってないって方もね、まだいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、なので今回はですね、ネットストアでも買える収納グッズというのを紹介しますので、まあ、ぜひ今回の動画参考にしていただいてですね、この収納グッズいいなと思ったのがあれば、ぜひネットストアでも購入していただきたいなと思います。では僕が持っている無印良品の収納グッズ、もう先にね、ここに2つは出してるんですけど、今回は4つご紹介していきたいなと思います。では最初はまずこれです。はい、こちらのポリプロピレン収納ケースですね。はい、引き出し式の収納ケースで、まあ、こんな感じで、僕は下着だったりとかそういったものを多く入れてるんですけれども、これの何がいいかって、まあ、まずこのシンプルなデザインですよね。似たようなこういった収納ケースって、例えば、まあ、ニトリだったりとか IKEA だったりとか、まあ、普通に売ってると思うんですよ。まあ、なのになんで僕が無印をねチョイスしたかっていうと、これね、こういうふうに独立して1個でも使えるし、あとね、これ同じサイズを買えば上にね、2段3段とつなげることができるんですよ。これが一番上ですね。で、上にこれ一番上に置きつつ、下に2段重ねてるんですけれども、まあ、そんな感じでね、自分のライフスタイルに合わせて数が選べるっていうこと。で、あとこれね、後ろにキャスターつけられる穴があるんですよ、こういうところ。まあ、なので別売りでキャスターを買えば、まあ、またキャスターもつけられると。で、あとはサイズも幅広いですね。僕は多分これ一番小さいサイズを買ってるんですけれども、まだ中サイズとか大きいサイズ、ワイド版っていうのもあって、これはね、実際に店頭に行ってサイズを確認してもらいたいんですけれども、まあ、そういった感じで自分の用途に合わせてサイズ選べます。まあ、僕としては、まあ、こういうふうに下着ケースとしても使えますし、まあ、あとは衣類ケースとかとして使っている方非常に多いんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり今衣替えのシーズンでもあるので、まあ、冬服をこの中に収納していたけれども、夏服と入れ替えたりだったりとか、まあ、あとはこれを洗面所に置いてタオルの保管として使っている方も多いんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで無印のね、収納ケースとか収納ボックスっていうのは用途を選ばないんですよ。本当にもう自分のライフスタイルに合わせて、この収納ケースはこういった用途で使うというのが選べるので、まあ、そういったところはね、非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、僕は下着ケースとして使ってるんですけれども、まあ、他には旅行グッズを収納するケースとしても使っています。まあ、残りはですね、今から僕のクローゼットをお見せしますので、まあ、それでチェックしてもらいたいんですけれども、まあ、そんな感じで人によってやっぱりライフスタイルに合わせてですね、収納するものって変わってくると思いますので、まあ、すごくコンパクトでシンプルなデザイン、こういった引き出し式の収納欲しいっていう方は、まずはこちらのポリプロピレンの収納ケース、すごくおすすめです。じゃあ次、これですね、柔らかポリエチレンケースです。これもね、サイズ展開結構幅広くて、これが多分ね、小さいサイズなんじゃないかなと思うんですけれども、これね、実は蓋とケース別売りなんですよ。で、僕は今この中にはガジェット類をね、たくさん入れています。こんな感じで、で、ガジェット入れとして使ってるんですけれども、まあ、他には別に蓋なしで食器を収納したりとか、まあ、あとタオルとか、まあ、医療品とかも収納しやすいんじゃないかなと思います。まあ、こちらもさっきのポリプロピレンの、収納ケースと一緒で、まあ、やっぱり用途選ばない、まあ、自分で用途決められるっていうのと、あとこれサイズがですね、深さが変わってくるんですよ。これよりもちょっと深いもの、僕はあと2つ持ってて、これは後でクローゼットをお見せするときに紹介するんですけれども、それよりもさらに深いものだったりとか、まあ、あと丸型もあります。実はこれ、これも店頭に行くと、おお、こんなのもあるのかみたいな感じでね、チェックできると思うんですけれども、まあ、用途を選ばないので、こういった収納ケースですね、形を見て、自分だったらこう使うなっていうのをぜひ想像していただきたいなと思います。まあ、僕はガジェット類とか書類ケース、あと何でも入れですね、思い出の品だったりとか、そういったものを入れるために使ってるんですけれども、これも人によって用途変わってくるかなと思います。サイズも幅広いので、これはね、ネットストアとかぜひ店頭に足を運んでみてですね、チェックしていただきたいなと思います。ということで、こちらのね、柔らかポリエチレンケース、蓋とね、本体は別売りなので、そこだけは注意してみてください。ではね、僕がこのケースをですね、どのように使ってるのか、実際にクローゼットに収納していますので、それをね、簡単にご紹介しようかなと思います。
はい、ここがね実際にクローゼットに入れている収納ケースになりますね。まあこんな感じでポリプロピレンの収納ケースは、はい、下着が入ってたりとか、まあ、あと旅行グッズここに入れてます。であとはこちらに、はい、柔らかポリエチレンケースに関しては一番上にこういったガジェット類を入れているのとか、まあ、あとはここに書類とかを入ってますね。こんな感じで無印の収納グッズって上に重ねてもすごくおしゃれに見えるんですよね。これがやっぱりね一番のポイントなんじゃないかなと思います。まあ、あとはこちらの柔らかポリエチレンケースもそうなんですけれども、サイズをね変えてもこういう風にすっきりと収納できますので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。であとクローゼットの中身の紹介の動画に関しては3月に出した動画があります。その動画のリンク貼ってますので、概要欄とコメント欄に貼ってますので、ぜひそこからチェックよろしくお願いします。はい、次はですねスタッキングシェルフのところに移動したんですけれども、ここに2つの収納ケースを置いています。まず1つはですねこちらです。これがですねメインアサコンのソフトボックスになりまして、これはですね無印の収納ケースの中でもかなりね幅が広いラインナップなんですよ。僕はねこれ蓋がついてないタイプを持ってるんですけど、なんと蓋付きもありますし、僕がなんでこちらのメインアサコンソフトボックスを選んだかというと、まあ、やっぱりこの無印のシェルフと一番相性が合うんですよね。サイズもぴったりだし、まあ、あと僕この中には今掃除用品とかマスクとか入れてるんですけれども、こんな感じで、まあ、何でも入れとしても使っています。まあ、ただこういう風にね見せる収納というか収納ボックス自体を見せてもね、インテリアとしてもすごく映えるので、これはね無印の家具とすごく相性の合う収納ボックスなんじゃないかなと思います。まあ、もちろんですね別にこの無印のスタッキングシェルフを買ってくださいって言ってるわけじゃなくて、まあ、これですね僕が持ってるのは、まあ、さっきもお伝えした通り蓋がないバージョンなんですけど、蓋ありのねシリーズもありまして、まあ、その中にまあ例えば自分がよく使っているものだったりとか、まあ、いろいろ収納したいものはやっぱり人によって変わってくると思うんですけれども、すごくおしゃれで、まあ、こういったデザインで蓋付きの、ボックスとかもあるので、まあ、これもそんな感じでいろいろ種類があるので、ネットスターだったりとか店頭に行ってですね、ぜひ自分の目で確かめてチェックしていただきたいなと思います。まあ、もちろんサイズとかによって値段の展開も変わるんですけれども、これがね確かね1200〜1300円だったと思います。そんなに高くはなかった。まあ、だけどこんな感じで僕はシェルフと合わせるためにこのメガサコンのソフトボックスを買ったという感じになります。では次最後なんですけれども、まあもうこちらですねファイルボックスですね。はい、こちらです。これも、まあ、やっぱりこんな感じでシェルフとねぴったり合うんですよ。こちらの通常タイプと通常タイプでワイドタイプをね3つ重ねるとこんな感じですっきりと収納できるんですよね。まずこれがいいっていうのと、ファイルボックスはこんな感じでこういった形状もあればもう正方形の形もありますよね。まあ、だからサイズとかによってやっぱり用途変わってくると思うんですけど、僕は基本的にこういった書類ケースとしても使ってますし、あと大きなファイルボックスに関しては例えばトイレだとトイレットペーパー入れだったりとか、まあ、あとはこちらのクローゼットの中にも入れてるんですけれども、その中には雑誌入れだったりとかっていう感じで使っています。まあ、ファイルボックスも人によっては用途変わってくると思いますし、サイズもね通常タイプとワイドタイプの2種類がありますので、まあ、自分が収納したいアイテムによってやっぱサイズはねいろいろ変えていってもいいんじゃないかなと思います。まあ、こちらのファイルボックスやっぱ定番ですよね。本当に無印良品の収納ボックスとかの中では定番だと思いますし、まあ、あとこんな感じで無印の家具とも相性がいい。であとユニットシェルフってもう一個の無印のシェルフもあると思うんですけど、それでもサイズはぴったりです。こちらのファイルボックスに関しては、まあ、こんな感じで、まあ、無印の収納ボックスと無印の家具一緒に買いたいという方はもう本当にファイルボックスとかこちらのメインアサコンのソフトボックスもぜひ一緒に買ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はですね無印良品の収納グッズ、僕が持っているものを全部ご紹介しました。まあ、僕が持っている収納ケースをですね必ずしも僕と同じように使っているといいよっていう風にね、そういう風にお勧めする動画ではないので、まあ、この動画を見てですね、あ、自分だったらこの収納ケースこういう風に使うなっていうのをぜひ想像を膨らましてですね使っていただきたいなという風に思います。一応今回紹介した収納ケースに関しては全てネットストアでも買えますので、ぜひネットストアもチェックしてみてください。まあ、こんな感じで僕の動画ではですね無印良品で買った商品の紹介だったりとか、まあ、豊かに生活する方法だったりとかそういったものを発信していますので、僕の動画今後も気になるという方はぜひチャンネル登録と、この動画がいいなと思ったらグッドボタン高評価ぜひよろしくお願いします。あとサブチャンネルとか僕個人ブログもやっていまして、特にブログではですね僕が持っている無印良品のアイテムをまとめた記事というのを作っています。もちろん今回紹介したアイテムも全部その記事にまとめていますので、
まあ、あと林さんがどんな無印のアイテムを持っているのか知りたいという方はですね、ぜひその記事チェックしていただきたいなっていうふうに思います。ということで今日はですね、動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。